牛久市観光協会加盟店を紹介する牛久市観光協会チャンネル。今回は牛久市小名畑町にある観光農園小名畑ブルーベリーの森にお邪魔しました。早くなる順に植えてあるので、うんうん、今のこの3列が一番あのトップバッターです。はい、綺麗ですね本当に。これデュークっていう品種で、デューク、はいはいはい、あの、はい、剪定をして、はい、あのさらに大きくなるように、はい、粒が大きな品種なんですね。はい、味の特徴とかはあるんですか？これは、完熟すると本当にあの濃厚な甘さなんです。はい、品種によって全然味が違うので、あの食べ比べると分かるんですけど、これ本当に濃厚ね。はい。綺麗ですね、実とか葉っぱとか。そうですね、本当になんか爽やかで、はい、あのこの色の変わりもちょっと可愛くて、うん、最初こうエメラルドグリーンだったのがだんだんこうピンクになって、あ、はい、こちらはまだピンクなんですけど、はい、いっぺんにこう全部色づくんじゃないんですね。そうですね、少しずつ、うんうん、はい、すごい大きい。どうぞ、あるかな、この大きさ。コツとかありますか？なんか、ですね、完熟してるのが、うん、こういうまだ後ろが、はい、あのピンクなのはまだ未熟なんですけど、はい、はい、こっちがお尻の方も、あ、そうですそうです、うん、はい、色がついて、はい、でもうパッと取っちゃった、はい、取ってそのままあの、農薬もやってないし、いただきます。すごい、うん、うん、あ、本当ですごい味が濃い。甘みと、はい、ちょっと酸味も、はい、ありますね、はい、すごい爽やかな、美味しい。ブルーベリーの美味しい食べ方は、うん、すごい柔らかい、いっぱい手に取ってガバッてやるのが、あ、それ憧れですけど、はい、なかなかいい、ね、ぜひぜひ。あの甘みも酸味もこう、うん、あ、これちょっとやるか、混ざって、ええ、あの絶妙な美味しさになります。すごい、こんなにたくさん、はい、贅沢ですね、はい、どうぞ。ですね、はい、美味しい。このなんかみずみずしいこの歯ごたえとかも、そうですよね、うん、食感もいいですよ ね、あ、すごい、もうほんと口いっぱいに。こんな風に味わったことないですね。いつもこの辺しか。美味しい。うん、これがこう摘み取りながらだと、そうですね、こういう贅沢が、はい、できます。ここに来れば。すごい、こんなことしていいんだ。食べ放題とかもあるので。そうなんですね、はい、時間制限は特に設けてないので。あの、せっかくあのいい環境があるので、うん、なんか時間で区切っちゃうのはちょっともったいないので、ちょっとそこの森で休憩しながらゆっくりしてもらいたいので、時間は特に設けてません。今回県南初でツリークライミングを、はい、ここで行いました。はい、どのぐらいまで登るんですか？結構すごかったですね。あの一番上の Y 字のあたりまでは行ってました。そうなんですね。はいはい、もう子供はもうスイスイこうロープ引っ掛けてスイスイ登って、はい、大人の方もチャレンジしてましたけど。本当ですか？はい、結構大変そうでした。なんか今木登りとかしてる子見ないですよね。見ないですよね。こんなあのチャンスってなかなかないと思うので、本当にこれからちょっとあのせっかくこういい、はい、あの環境が出来上がったので、あのツリークライミングも、はい、この森の一つのこう、売りにして、はい、はい、このあの牛久のちびっ子たちに、うん、はい、体験してもらいたいな。はい、さっき何かが落ちてきました。はい、グワの実が。すごい。なんかあそこから見たら見渡せるからいいですね。気持ちいいでしょうね。私はチャレンジしなかったんですけど。ね、このブルーベリー園を、そうですね、やればよかった。ね、見渡せますね。はい、ここどのぐらいの広さなんですか？あ、ここはですね、あの全部入れて、うん、はい、3000坪なんですけど、3000坪、はい、3000坪っていうと運動場ぐらいですかね、小学校とか学校の、はい、グラウンドぐらいですかね、グラウンドぐらいですかね。
それでそこに何本の木が、800本のブルーベリーが100本で、種類は14種類、はい、それが、どのぐらいの期間の間にこう順番にブルーベリーっていうのは、はい、ですね、6月の上旬から8月いっぱいまで、はいはい、8月いっぱいまで順番に、はい、順番に、はい、なります。でその期間もこう積み放題とか、そうですね、はい、体験ができるんですね、はい、このブルーベリー園を始めたきっかけは、はい、あ、そうですね、うん、あの定年退職した父が、はい、あの、まあ、もともと土いじりとか好きだったんですけど、はい、あのちょっと何か始めたいっていうことで、はい、あのブルーベリー園を、はい、あの成田の方でおばがやってたので、はい、ちょっと同じことをやりたいなっていうことで探していたら、はい、あのここをもともとやってらした方がいたんですけど、はい、病気でできなくなってしまったので、はい、うちの父っていうかうちのファミリーで引き継いで、はい、あのオープンしたのがきっかけなんですけど、でその後ちょっと父が亡くなってしまって、あの私と母で今2人で、はい、やってます。はい、お父様のなんか夢っていうか、そうですね引き継いでます。はい、それまでサラリーマンをされていて、そうです、そうです、はい、なんかね憧れがあったんでしょうね、自然に対しての、ね、この大きな実はお父様は、はい、そうですねちょっと見れなかったですけど、はい、残念ながら、はい、そっか、でもこんな実がなって、ね、そうですね、あの胸張ってなりましたよと言えます。すごいですね、なんかお母様と、そうですね、ちょっと父の志が半ばだったので、はい、やっぱそこを積んでは申し訳ないなと思ったので、はい、夢を受けて、そうですね、はい、なんかこれからここのまた夢とか目標とかはありますか？そうですね、はい、あのこの森もそうなんですけど、うん、ブルーベリーももっともっと可能性があると思うので、はい、あのもっと新しいことにチャレンジしたりとか、はい、あのもうちょっと おしゃれな若い人に来てもらったりとか、あの宿の名物になるような、はい、はい、農園を目指してます。ブルーベリーの可能性という意味と、ね、あとこの自然の森っていう、はい、ブルーベリーは生で食べる以外にもいろいろ、そうですね、うん、結構いろいろありますね、はい、あのブルーベリースにしたりですとか、ブルーベリース、はい、あの梅酢みたいな感じで、はい、普通のお酢に生のブルーベリーを、ブルーベリーと氷砂糖入れて、はい、綺麗な真っ青なブルーベリー酢が出来上がるんですけど、はい、それをあの炭酸で割って飲むと、本当に美味しいし、あの体にもいいんですよね、疲れが取れる、それはなんか簡単そうで、簡単です。あの1キロぐらい積んでいってもらって、はい、ご自宅で、はい、すぐできると思います。なんか疲れが取れそうですね。そうなんです、はい、これも本当夏におすすめです。何、はい、かあの加工品とかも出してらっしゃるんですね。あ、そうですね、はい、ジャムとジュースと、はい、あのジェラートとアイスキャンディーなんですけど、はいはい、それはどこで、ですね、ジャムとジュースは、うん、あの近隣のかすみさんと、はいはい、あのシーズン中はここ農園で販売しています。ああ、そうなんですね、はい、もうすぐ始まるんですよね、はい、ブルーベリー、はい、そうですね、農園が、はい、6月10日に6月10日から、はい、オープンします。はい、今後牛久に何かこうなってほしいなとかありますか？なんだろうな、自然がいっぱいあるので、はい、ちょっと今子育て中なんですけど、もっとあの子供を育てるにはすごいいい環境だなと思うので、うん、はい、あのそうですね、もっとこうオープンに子どもがのびのびとできるこの環境をもっと伸ばしていってほしいなと思います。そうですよね、はい、ね、木登りもできて、そうですね、はい、あとやっぱこういうなんか自然のものを自分で積む体験とか小さいうちからしてほしいですよね。あの味とか香りって結構大人になっても記憶に残ってることが多いと思うので、はい、なのであの初めて食べたブルーベリーもなんか一生忘れないぐらいの、そうですよね、はい、お店で初めて食べるんじゃなくて、はい、そう、自分で取って食べてとか自分で摘んでなんか調理してとかいう体験があのずっと思い出に残っててくれたら、本当ですね。でもなんか最初のブルーベリーがでもこちらのだと、はい、なんかこんな大きいのが、もう他のは食べられません。へえ、
ありがとうございました。